ゴメちゃんの上にわってこう結構もうみんなから一目置かれている存在なんですけど、その時代が初めてその仲間モンスターとかの制度ができた時なんじゃないかなと。全身オリハルコンでできためっちゃ強い敵に、自分もめっちゃ弱いのに自分の隊員を守ってめちゃめちゃ傷だらけになるんですよ。何なんだこいつは、何なんだこいつは、何なんだこいつは、お互いにこう守り合うっていうことすごいするんですよ、ゴメちゃんと。でチルがね結構感動的なやつなんですけど、陸戦機ラーハルトと水産さん、チウってあのネズミのモンスターでめちゃくちゃ弱いモンスターなんだけど、あの強い意志でその悪の心を跳ね返して正義の心を持ってるっていうネズミのやつがいるんですけど、でもめっちゃビッグマウスなんですよ。ですごい弱いのにめちゃめちゃ偉そうに、なんかこう弟子にしてやってもいいぞみたいな感じで来たりとか、結構こう上からものを言って人間のかっこいいところにばっかり憧れてそれをこうすごい真似しちゃうっていう子なんですよね。でも根性とかはすごくあるから結構もうみんなから一目置かれている存在なんですけど、チウがあの獣王遊撃隊っていうのを結成するんですよ。でそこにその隊員をこう募るっていうか、まあ、チウが戦って勝ったら隊員になるみたいな制度があるんですけど、ゴメちゃんだけ仲間になりたそうな目をしてチウの方を見てるんですよ。で多分だけどその時代が初めてその仲間モンスターとかの制度ができた時なんじゃないかなと思うんですけど、そういうセリフが出てくるのってドラクエで5で仲間モンスターの制度が出るんですけど、でお前も隊員になりたいかってチウが聞いたら、なりたいって、なりたいとは言ってないですけどね、ゴメちゃんとはピーって言うんですけど、なりたいって言って、で隊員になって、あの結構その獣王遊撃隊として今まではずっとダイといることが多かったんですけど、割と最後ら辺とかはチウと行動してることも結構あって、もちろんそのチウのこともちゃんと助けてて、それはチウがちょっと先走ってみんなの力になりたいからっていう理由で敵地にあの偵察行っちゃうんですよね、勝手に。めっちゃ弱いのにすごい強い敵ばっかりいるところに偵察行っちゃうんですよ。でその時にあの見つかっちゃって、もう全身刃物のフェンブレンっていう全身オリハルコンでできためっちゃ強い敵に絡まれちゃうんですよ。でチウはネズミのモンスターなんで硬くないんですよね。硬くないはずなんだけど、一回あのグーって力入れて頭はあの真っ二つにされようとしたの剣を折るんですけど、まあまあまあ基本柔らかいんですけど、それで隊長は部下の命を守るものなのだって言って、自分もめっちゃ弱いのに自分の隊員を守ってめちゃめちゃ傷だらけになるんですよ。それを見てゴメちゃんはチウを助けなきゃっていうので、その願いを叶えるためにそのチウがね、そのちょっと前にいかなる時も隊長を守るものなのだっていうのを言ってるんですよね、ゴメちゃん。それがゴメちゃんは願いを叶えるという機能がこう発動して、ゴメちゃんもただのスライムなのにあのビューンって突進して、その全身オリハルコンっていうあの一番硬い一番最強の金属でできてるやつにバーンってぶつかりに行ってへし上げるんですよ、そいつの顔がべちゃって。でゴメちゃんはそれで力を失っちゃってファーッと落ちちゃうんですけど、もうそいつが自分に傷をつけるなんて何なんだこいつはってなって、もう殺しとこうってなるんですよね。でもう本来はスライムだからもうスパンって切れちゃうんですよ。でそれを見てチウがあのもう自分ももうズタズタなのにゴメちゃんの上にわってこう覆いかぶさって背中をもうズタズタにされるんですけど、もう一切動かずにこうやってゴメちゃん守るんですよ。そこの二人の絆もまたいいんですよね。そのダイとはまた違ってこうお互いにこう守り合うっていうことすごいするんですよ、ゴメちゃんと。えチルがね結構感動的なやつなんですけど、ああ